ラジオ学類控室、ここも我々が占拠してやったぞ。待て、お前はそこまでだ。なんだ虫けらが。俺は一人じゃない、相棒を連れてきたんだ。何？出てこい大橋さん。はい。さあ我々の力で、はい、あのジャックハンをやっつけるんだ。はい、頑張りましょう。貴様ら二人になったところで俺には指一本触れさせねえよ。指一本だと触れることはしない、ビームを打てばいいんだ。さあ行くぞ大橋さん。はい。新ムーンビーム。そんなものが効くか、見せてやるよダークムーンビーム。なんだなんだこいつらの力は。俺が押されてる、ありえない。うわあ！学類長、今助けに来ましたよ。ありがとうノック大橋さん、助かったよ、ありがとう本当に。こうして THK ラジオ学類に再び平和が訪れたのであった。続く。続いちゃうんですか。続いちゃうんですかこれ。ごめん、なんかこういうのって大体こう続くってしたかなみたいな。続くまでは指定してないっすよね。はい、はい、はい、助かりました。はい、のでおめでとうございます。ということで、THK ラジオ学類第231回の放送後期ラジオ学類控え室です。はい、はいはい。ここからのでは、THK3 年ラジオ学類長の石井孝義と、はい、今回パーソナリティを務めました THK2 年の総のコート。はい、同じくパーソナリティを務めました筑波大学社会学類&ラジオ学類の大橋光と、はい、今回構成とラジオ学類ジャック企画を務めましたTHK2 年の秋山亮太と、今回技術を務めました吉川団と、はい、今回 AD を務めました1年の加藤穂乃香です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ダン君強すぎないクオリティがもう、はい、ダン君がやってくれたんですけど、あ、ジャック違反、ジャック違反役でした。マジかよってとてつもないダン君ミングの威力強すぎるでしょ。っていうかムーン新ムーンビームのジジジジって弱そう。せめて押されてるっていうところでもうちょっと押せよ。ここここここくらい欲しかったね。ジジジジって人差し指。そうなんですよね、ダン先輩が出してたビーム指でしたからね。指2本で出した。まあなんかそっちは魔王っぽいなんかこう、ね、 あれだけど、ここ2人そんな人差し指レベルで大丈夫かっていうね。弱い演技ぐらい、はい、おかしい。というわけで、ね、はい、無事ね。そうだね、ジャックハンから取り戻せました。はい、いつも通りのラジオ学理控室進めていきましょう。はい、はいはい、では振り返っていきましょう。前半が、THK フレッシュマンセミナー、はいはい、でした。はい、はい、あ、なんかこう途中でねフレッシュじゃないフレセミもあったけど、はい、リフレッシュ、リフレッシュもあったけど、はい、一瞬変わりました ね一瞬変わった、ね、一瞬ちょっとリフレッシュも入ったけど、はいはい、まあね、何だったっけ最初。最初は好きな科目、科目、教科、そうですね、得意な教科、科目、何だったっけ大橋さん、国語。あ、そう、国語ね、小説。なかなか話を広げづらい話題だったので、何話せばいいのかなってすごい難しかったです。はい、はい、そっか、はい、で、でそれのお手本を見せていただこうと思って、で次にで僕が言ったのが、時間のある休日に、なんだっけ、朝食で食べたいもの、はい、そうだね、そうだね、で僕がこうゆっくりとフライパンを買う話をしました。フライパンの蓋を買う話をしました。さっさと買えっていうね。ああそうそうそう、引きが良くなかった。引き、そう、引き良くなかったよね今回ね。いつも引きいいのにね。なんでそんな責められるんですか僕。僕の髪いやなんかね、きっとこう告白の下りか、もしくはねなんかなんだっけ、好きな仕草ですか、か来るかなって思ってた。それはこう初パーソナリティの大橋さんにこう取っておかなければならないと。まあでも片方やってももう片方残るじゃん。はい、そうですよ。なんで、なんで引かなかったんですか、ね、なんで引かなかったんですかね。え、そうですよ、期待してたのに。期待してたのに、うん、そういう流れですか、ここ控室。なんか普段だとこう控室だと余ったくじはこう技術人とかね、制作人の方々にやってもらうっていうのが、はい、そんな甘くない、まあ、そんなだってそんな甘くない、そんな甘くない、はい、残ってますよ、はい、残ってますよ、残ってます、ね、好きな仕草残ってますよ、ここに来るんですか。おえだって残ってますよって言ったらあなただよ。
あら残ってますよ。あらそういえばフレセミやってない。やってない。あれ8パーセントやってない。もうフレッシュじゃフレッシュじゃないんですよ。いやでもでもでも1年生。そうだよ。二択ですよね。二択。さあどっちを選ぶか。を選びました。さあ片方のさん何やりましたか。まともな方やっちゃった。よし。よしよしよし。これでこれでのまだねまだねこれだけあのあなただけがやるとは言ってないからね。はい、はい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 。小学校時代の思い出についてということで、はい、あこれ1分測ります。あ適当でいいですか。準備ができたら1分測ろっか。いいですよね。あもうできるの大丈夫なんで、はい、じゃあいきましょう。すごいよーいスタート。はい小学校時代ってまあなんか、まあ、いろんなくじがあってそう色物のくじが多かったんで、うん、ちょっと地雷踏んで小学校時代の色物の話をしようかなと思ったんですけどそこから地雷踏んでこう小学生ってなんかバカっていうかなんかまあ割と初恋の男の子がいたんですけど、あっていうかこれ小学校時代の思い出っていうとちょっとなんかあれなんですけど、そうこの前地元で自動車学校に通った時にその小学校時代の初恋の男の子に久しぶりに会ったんですよ。おでまあなんか仮面を受けた時に一緒で、でなんかでも話しかけようかなどうしようかなっていう迷うじゃないですか。でそんなこんなで、うん、卒業検定の日まで一緒だったんですよ、はい、私オートマで彼マニュアルなんですけど、で頑張って話しかけてなんかほっこりした以上です。3 2 1終了。自分で数えるんかずるいわそれは。あら、はい、あら素敵な進展はなかったの。はいないですないです。そんな、まあまあまあ、そんな何、まあね、うん十年うん十年じゃないですよ。うん十年うんあれお前は何で生きてる今何歳ですか。フレッシュマンじゃないじゃん。はあ、はい、いやなかなかね運命的な、はい、まだ一個残ってる。そうなんですよ。そうですね。あれ誰がそういえばさだん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 ここ救ってだん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 そんな甘くない。俺とお前の友情だろ。俺とお前の友情だろ。そんな甘くない。そんな甘くない、うん。俺とお前の友情ってそのもんだったの。うん。はい、そんなもんだったそんなもんだったということで。はい、したはい。はあ、なるほど。というわけで。いやーすごいすごい片物ちゃんの引きの良さ。よかったよかった。よかったよかった。ナイスクジン。よかったよかった。しかも話した内容も良かった。うん、そう。引きの良さ。好きな いや、ま、いやこれはノックの引きの良さかな。それともねどっちだろうね。そうですね、分かんない。多分そうです。ノックさんはやっぱ持ってるんで。持ってるのか。持ってる。さすが。さすがノック。あー今回なら自覚やべえな。じゃあいきますか。待って何も思いついてない。準備できたら言ってね。これ多分終わんない。もういいよやる、はい、やります。お題お題は好きな異性の仕草についてです。はい、じゃあいきます。よーいスタート。はい、好きな異性の仕草ということですが、どうでしょうね。でも仕草っていうか、まあ、笑顔はあの素敵な女性は割とまあいいかなって思うんですけど、仕草ですか。でもあれがあります。あの耳をこう髪の毛で耳をこうまくし上げるというか、耳にかかった髪の毛をまくし上げるのが好きだったりとかしますね。あとはこう以前ラジガケでも喋ったことあると思うんですけど、あの腕の筋肉がこうの肘から手首にかけての筋肉が好きだっていう話を一回したことがあると思うんですけど、それでこう腕まくりをしてこう二の腕ぐらいまでシャツを上げた時のその時の二の腕じゃねえや、このなんていうか分かんない部分の筋肉が見えるのが好きです。仕草じゃねえな。こうだからこう腕まくりをするのが好きだったりします。10秒前。あとそうですね、7 6 5 4 3。これなんですか、いじめですかね。これは0終了。いや冷静に決めてきました ねいやなかなか冷静にこう先ほどのこう片方のさんと違って誰もリアクションを取ってくれないっていうちょっと辛かったところがあるんです。だってね一人で1分間フリードクする、ね、企画だからね、はい、こう笑い声ぐらいあってもよくないですか。いやなんか割と真面目だったので、はい、こうね、冷静に邪魔しちゃ悪いかな。そう邪魔しちゃ悪い。めっちゃバクバクした心臓。熱い。でも笑顔が素敵なのは分かるよ。笑顔が素敵いいよね、いいよね、うん、笑顔いいよね。はいはい、もう終わりにしません。まあなんかフレッシュになれたかな。もうおっさんと化しました。疲れておっさんですよもう。逆にはい、じゃあ前半の企画はここまでということで。ああ胃が痛い。
さてここからジャックされた下りですよ。そうです、はい、ジャックされた下りです。ジャックされちゃった。ジャックされました。されてこうラジオ学理受験簿がどっかに飛んでいきました、はい、ね、はい、受験簿なんてなかった。受験簿なんてない。てかむしろ事件だった。これが事件、うん、これが事件。そんなことしてる場合じゃないんだ。さて、はい、やるの残ってるの。まだ一枚残ってるのをやるか、それともやったのをこう振り返っていくか、どっちがいい。はい、ちょっと待ってください。とりあえずとりあえず俺は個人的に、はい、個人的にあれどこ行った、紙がないぞ。あ、ここにあった。どれですかね。あの、まあ、某英語で答えろみたいなやつあった。それ気になるよね。これ本人ができんのかってめっちゃ気になるんですけど。確かに。じゃあ振り返っていきましょう。まずそれから。なんかそんなくだりあったな。あの雨の日。いや僕は恋に落ちたんだ。あったね。君のひまわりのような笑顔、柔らかなって。たとえ世界が終わっても君と。もうやばいよね。いや文章やばいんですよ、なかなか。君を守ってみせる。愛してるよ。愛してる。英語で言ってください。っていうのを書いた本人がやります。はい、さあ吉川ダン、はい、今回あの、まあ、こう技術人4人いて、あ、まあ、シータさん含めて4人いて、うん、まあ僕、まあ、僕あの4人であの1人ずつ無茶ぶりを書いてもらって3枚引いてバカやったんですけど、あれですよ、だから模範解答見せてくださいよ皆さん、はい、これだけはね割と模範解答が、皆さん模範解答見せてくださいよ皆さん、まあ、吉川ダン君がね、吉川ダン、さっき友情もくそもないって言ったから、お前ノックからの援護は得られない。とりあえず吉川ダンやれよ。ほらやれよ、ほら。はい、じゃあルーダン君、はい、じゃあ行きましょう。いいですか。 OK、 うん、3, 2, 1, 9. On that rainy day, when I saw you, I fell in love with you. You have a beautiful smile like sunflower and a soft hand. if it is, it will be the world end. I surely protect all about you. I love you. かっこいい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 。染み上がって。それっぽい。うん、それっぽかった。が去年こうアメリカをね、ね、さすが。しただけあるよね。アメリカ横断。かっこいい。なんか途中微妙で、はい、まあいいや。はい。なんか途中大丈夫かなってなったけど、まあいいや。はい、終了。はい、いや、よかった。概ね良かったんじゃないかな。ありがとうございます。ありがとうございます。めちゃぶり度は半端ないよね。それな。英語でお願いしますね。なかなか難しいね。うん、だってノックのものに届いた。おかしいです。君のひまわりのような笑顔は柔らかくて、たとえ世界が終わっても君を守ってみせる。これが全部人分。そう、あの、まあ、点をつけるの本当ダメ。人分なんですよね。だから何まずこの名詞は何かっていう。まず読んでも笑顔のような、ひまわりのような笑顔と柔らかな手はどこにかかってるのって。なんか。まあ今の役ではね、別の文章にしてたけどね、完全にね。うん、動詞一つしかないんで、まあ動画なんかまあこう読むなら、まあ君と君のひまわりような笑顔と柔らかな手を守る。全部守る。オールアバウチューにした。絶対を守ってあげるって。そっか。なるほど。絶対わかりづらいじゃん。いやなんかね、解釈によっては逆に上の方に、あの君を見た瞬間にの方にかけることが可能なのかなとは思ったけど、日本難しいね。なるほど、そういうことか。あ、なるほどね、なるほどね、君、なるほどなるほどなるほど、はい、はい、っていうくだりでした。はいはいはい、はい、振り返りその2、その2、どれかな、メイド、こっち先に行く。あ、じゃあ先に行く。でもこれ2人でやんなきゃいけないんだよね。はい、10秒間に25回、うん、3文字。そっか、25は無理か、20ぐらいなら20は無理ですよ。10俺絶対10だって言いましたよね。1秒に2個ってさ、いけそうじゃない、割と無理。そうでもない、3文字っていう制限意外と辛いんですよ。そっか、3文字で、はい、だって思考を放棄して25個出さなきゃいけないんですよ。だからよっぽどこう頭の回転が速くないとできん。てかだって今回無茶振りするっていうあれだったから、まあ、いや、ほどがありますね。大橋さんの悲痛な叫び。でもこれ多分10秒間に10個だったら割と高確率でこうクリアされてたかなって思う。まあ10個は、まあ、8いきましたからね。そう、実際8、あれだけ考えて8いったから、はい、
まあまあ無茶振りだから、うん、15でもギリいけなくもないかな。だから20、25あたりかなって思った。無茶振りっていう定義を満たすには25かなみたいな感じですか。20でも無茶、まあ無茶振りにはなるか。20で、20無理です。なります、なるか。20、20、うん、15だと無茶振りまではいかないかな、まあ、なんかチャレンジ企画みたいなレベルかなっていう。はい、でしかもこうさっきあのラジオ学の本編でやった時に魔を2連続で振っちゃったっていう。キッチク、どうなんですか。あ、また魔来た。その後私もリを2回やっちゃったんで、人のこと言えないなって思う。お前ら息ダメダメすぎだろ。合わなすぎだろ。難しいんですよ、これ実際に。よくそれで新ムービー打ってたな。いやこうね、2人の協力するねあれを見たかったけど、はい、いや残念ながら、残念ながら力不足でした。力不足です、すみません。はい、次、はい、はい、で次はこれだ、メイド喫茶。ここはメイド喫茶。お客さんの大橋さんは人気ナンバーワンのノックちゃんを指名して、ノックちゃんは人気ナンバーワンらしい最高の接客をしてください。はい、辛いんですけど、はい、辛かったです、まあ、ありましたね、はい、これなんで罰だったかみたいなのを。あ、なんですかね、やっぱノックちゃん可愛くなくないですか。それはこう言っちゃったよ。人気ナンバーワンには思えなかったんですよ。多分ね、もうね、顔の時点でアウトだと思うんだ。もうこうこっちを見ながら可愛くないって言われたら、それはもうどうしようもない。こう声です、声の反応、声だけの反応。完全に男子だったからな。これは音声版媒体ですから。はい、こうそう、こう頑張りがなかったのは確かに。もうちょっと裏声をちょっと裏声を。あ、まあでも、まあ、まあ頑張ってる。そんぐらい、そんぐらい、そんぐらい。なるほど、なるほど。ちょっとこれ続けるの厳しいかな。どっちかというとミッキー。あ、言っちゃダメ、名前を言ってはいけない。ミミ、名前を言ってはいけない、あの人。ははやめろ。あのね、夢の国の、はい、夢の国に住人に、はい、夢の国の住人、はい、はダメ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 だよ、これ以上、これ以上は消される。いや、これノックの笑い、ノックの笑い方。あ、そう、ノックの笑い、それわかる。はいはい、まあね、はい、そっか、エンディングも俺ずっとそういえばジャックされっぱなしだったから、ね、そうですよ、ジングルも変わってますよ。あの、まあ、収録の時は、収録の時は普通のジングルでやったんですけど、まあ本番は変わってるはずなんで。じゃあ放送楽しみにしてます。はい、楽しみにしてます、はい、あの楽しみです。あのダークムーンビームは 本家そちらで1回目が流れてるはずなんで。はい、はい、リレートーク、あなたの好きな英単語は。うん、おう、せやな、はい、マニーやがな、マニーやがな。うっせえわ。やかましい、やかましい。ええ、英単語、英単語パワー2人も言ってないよね、そういえば。言ったっけ。言ってないですけど、こう思いつかないんで。もういいじゃないですか。そこ2人思いつかなかったら俺たちも思いつかないからね。そうですよ。いやー、なんでしょうね、好きな英単語。英単語か。好きな英単語なくないですか。なんか響きがいいとか、響きがいい、単純に意味が好きとか、あでしょ、要は。そうですね、でもあれですよね、冷蔵庫のリフレジュレーター言えてないじゃん。リフレジュレーターね、リフレジュレーターいいですよね、うん、はい、あ、そうか、なるほどね。いいっすよね、こうなんかもごもごした感じいいっすよね。もごもご、まあなレジェジェジェいいっすよ。いや、それフランス語で言うともっと大変だからね、ちなみに。あ、ええ、どんな感じなんですか。なんかね、綴りはほとんど同じなんだけど、え、なんだっけ、フリリリは普通に言えるか、はい、フリジェハタハみたいな感じ。なんかごめんどくさい、フリジェ。大橋さんどうですか。難しいね、うん、そうですね、何があるんだろう。なんか好きとかってわけじゃないんですけど、はい、なんかすごい中学生ぐらいの時にパドゥンっていう英単語めっちゃ流行った。あれあれですか、あれ流行るんですね。パドゥンは流行る、すげえうぜえやつだ。流行ったかどうかは覚えてないけど、でもね、確かにね、パドゥンはね、うん、使われるよね。なんか流行った、一つの休み時間に必ず1回か2回ぐらいは聞いてた記憶があって。頻度高すぎだろ。あー、なるほどね、それをじゃあ好きな英単語としときます。はいはいはい、と失礼な。パドゥン、パドゥン、パドゥン、好きな英単語パドゥン。いや、構成どうですか。構成はね、今わからわけわかんないから、中二っぽいあの英単語探してた。なるほど、なるほど。中二、うずくとか。わかんねえ、意味が中二。
え、なんか上から読み上げたよか、うん、適当に。え、ファンタズム、エターナル、フォース、ブリザード、あーそういう系のカルネージ、インフェルノ、ジャッジ、憧れの設定。ちょっと待って、なんかこうだんだんとこうなんかカードゲーム集がしてきた感じがするけど大丈夫みたいな。パニッシュメント、ワールド、ユニバース、ギャラクシー、うん、ウルフズ、ベイン、トリカブトの別名、トリカブト、パラドックスって響きよくないんですか。あ、いいよね、パラドックスね、好き、確かに、わかるわかる。いやそうで、作品にこう安易に使ってめっちゃ怒られる、怒られるっていうか、あの矛盾っていう矛盾を生じさせる。あ、なるほど。技術さんどうですか。あ、俺か、はい、うん、なんだろうな、マニー以外でマニー以外でね、マニー以外で、はい、え、マミー。ただのお母さんの好きなやつ、親孝行やん。なんだろうな、まあじゃあ高シスですし、高学システムだし、うん、マトリックス、行列。ああ、なるほどね。のくのく同じ、あれ同じ高質がアデントしてるけど、とえ、行列ってマトリックスっていうの、うん、そこ、うん、そこか。なるほど、そこか、うん、かな、まあ、普通に響きもかっこいいですし、まあ、確かに、ね、ね、まあ、なんか洋画の、ね、タイトルにもなったしね。はい、あれ、はい、行列って意味だったんだ。せやで、本当に本当に分かんない、マジで分かんなかった、マジか。はい、片野さんどうですか。はい、アキベイさんの聞いてて思ったのが、うん、エクスプロージョン。あー、好き。同意が、同意、それ 案外みんな中二病。エクスプロージョンはなんか何歳ぐらいかな、なんか 4,5 歳ぐらいの時にこうね、某に任天、まあ会社名ぐらいはね大丈夫だよね。きっとね、まあ某任天堂の、なんか某任天堂のキャラクターたちがたくさん登場するゲームの、はい、なんかね、こう、はいはい、あの、なんだろう、ゲーム機本体が四角いバージョン、やつのバージョン、はい、で、炎、剣から炎を出すキャラの必殺技がそれで響きが好きだった。最近アニメとかでもなんか爆裂魔法を、うん、なんかまああるよね、必殺技とかによく使われるよね、お、うん、エクスプロージョン、うん、みたいな、強そうですもん ねっていう、はい、くだりでした。ほう、はい、英単語ね、難しいね、英単語、はい、難しい、うん、まあ、うん、どういう路線でみんなそれな、こうつぶやいてくれるのか、ちょっと楽しみではあるけど、 でも逆に控室担当も、あ、控室じゃなかった、新室担当もどう返すんだろうっていう。逆に心配、相当リアクション困りますね、困るよね、相当リアクションをしようみたいな、困るやつをお前らは設定したんだ。はあ、まあ皆さんぜひぜひツイートしてみてください。はい、ということで来週が、はい、那須さんと上野さん、那須ちゃんと上野さん、やばそう、やばそう、やばそうではないけど、いや、どうなんだろう、うん、わかんない。まだこう未知数な組み合わせですけど、はい、うん、まあなんかね、上野さんは割とこう何回か出てるから、まあ、はい、まあそこまでひどい、ひどいっていうか、あれじゃない、なんかこうね、真面目ではないけど、なんだろうね、でもなんかすごく真面目ではない。すごく真面目になるか、すごくハイテンションになる、そうです、そうです、はっちゃける。ラジ学は基本なんかこうね、まともにやってくれるってた気がする、気のせいかな、うんうん、そうですね、うん、割とからうん、あ、まあうんって感じだけど、ナスちゃんが分からない、初パーになるので分からないな、まあ、こう上野さんがどれだけこううん、引っ張っていただけますか。ナスちゃんのテンションもわからないからな。からない。でもナスちゃん結構アドリブ聞くので強い気がします。アドリブを聞かせた構成を作ればいいんだな。そうですね、来週僕構成なんですよ。頑張れノック。ごめんごめんナスちゃん。あ、ちなみに床根性ですよ。あ、そうですね。めっちゃ可愛いんですよね。筑波大のなんだっけ、1年宿舎祭の、はい、なんか大体毎年1年生が学類学群ごとになんか。浴衣のパフォーマンスをやってて、まあそれのなんかこう主人公っていうのかな、センター、まあ、ヒロインっていうかセンターの床根性女の子です。最後エンダーしてましたね。エンダーしてたね。エンダーしましたね。あのエンダーは果たしてこうグッドエンドだったのか、まあいいや。でも抱き合って終わった。
あ、そういえばそんなくだりあったね、はいはい、うん、その裏で俺とかダン君は照明をエンダーで技術ダーのタイミングで照明上げるんだ、そんな裏方が、まあ、はい、っていう方なのでね、まあまあまあ楽しみにしていてください。はい、はい、では締めましょう。ここまでのお相手は THK3 年石井孝義と THK2 年総のコート、 THK1 年大橋光と THK2 年秋山亮太と THK2 年吉川段と THK1 年加藤穂香でした。それでは皆さん、さようなら。新聞ビームおうダサおうダサいよな、ダサいよな、ダサって言えなかった。